15分の遅刻は許されません。本当にリスナーさんすいません、本当お待たせしました。言い訳はしないんですけど、一応言っておくけど、本当は起きてました。8時に。実は朝方に新幹線乗って東京行こうと思ってたんだよ。で、朝の8時に起きてたんだけど、まあその正直お腹痛くてずっとトイレにこもってたんだよね。で、その新幹線乗ったら12時過ぎちゃうなってことになっちゃって、まあ、今家にいるんですよ。はい、いいですか、まずそこ大事ね。で、起きてたんです。はい、9時、10時ぐらいまで。で、ちょっと、うとうとしてきて、意識失ったんですよ。ポーンって。そしたら、11時半に起きました。いいですね。じゃあ、ここで11時半に起きたなら、じゃあ、ここで大丈夫だってなると思うんですけど、で、俺も、もう起きなきゃなーがクーンと落ちて、12時、16分になってました。で、今に至ります。すいません。本当申し訳ない。完全にやっちゃいました。寝坊です。はい。言い訳するつもりは毛頭ないんですけど、最近深夜枠とかやってるから疲れが出ちゃったのかな？頑張ってるから配信を。俺もね、今日は早く放送しなきゃいけないなと思ってたんですけど、本当すいません。で、昨日配信やってないだろ、デブと、コメントがあるんですけど、昨日配信やってません、深夜枠ね。理由としては、昨日、やっぱ、俺泣いちゃったんだよね。今日本タイトルなんですけど、みんなが頑張ってさ、それで記録樹立させて、俺それで感動しちゃって泣いちゃったの。で、その泣いた部分があって、今日放送できないなと、泣きっ面出せないなと思ってやりませんでした。なので言い訳するつもりはないんですけど、まあちょっと昨日はできなかったです。すいません。で、香川さんが今コメントでありえないと言ってくれてるんですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。それだけ俺の放送を楽しみにしてくれていたということですね、香川さん。ありがとうございます。で、ちょっとまたさらにひどいこと言うんですけど、まあ、放送時間1時には終わります。なので、実質39分に放送、39分ぐらいで終わっちゃうと思います。それは理由として語ると、実は、今日新幹線乗るつもりなんですよ。その新幹線で、ちょっと1時過ぎぐらいには出たいなと思ってて、夜遅くまでね、ちょっと出たくはないなと。で、新幹線の中でもやろうかなと考えたんですけど、やっぱ新幹線の中じゃ配信できないんですよね。利用規約違反で。だから、どうしようかなって考えたんですよ。まあじゃあ、臨機応変にやります。決して、ちょっと寝坊しちゃったから、朝の調整で炎上ニュースを調べてないとか、そういうことではないんですけれどね。まあ、昨日の分だけちょっと残ってるんで、やっていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そういうことなんで皆さん、元気よく朝を迎えた私パルパル、寝坊しちゃったパルパルですけれど、温かい声援とともにね、炎上ニュースよろしくお願いします。じゃあ、行きますよ！おはようございます！ふわっち、ニュースキャスターの、ホモリです。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな？昨日何が起きたの？それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いと、コメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントをやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントをする方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、
間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。でやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。はい、皆さんすごくね、誹謗中傷のコメントが見受けられるんですけど、もう忘れちゃったんですか？誹謗中傷で一人の女の子がね、ふわっちで亡くなったことを。もうやめてください。僕はね、そんなね、第一のね被害者、第二の被害者見たくありません。僕も人間です。なのでそういったひどいコメントは書かないでください。お願いします。はい、もう豚とかね、そういったコメントを書いてる人は地獄に行けばいいなと思っています。はい、じゃあ行きますね。皆さんお待たせしました。じゃあまず一つ目のニュースから。あー、田崎天才です。寝坊していても、社会的ニュースはちゃんとキープしてました。じゃあ行きます。ふわっち社会的ニュースです。いや待ってたよっ。いや、田崎天才、社会的ニュース3つ用意しております。しかも皆さん3つとも気になる社会的ニュースなんでね、これはね、皆さんも聞いてても損はないかなと思います。はい、じゃあまず早速1つ目のニュースから。ふわっち社会的ニュース、まず1つ目はなんと無事実でした。あの有名な資産家の奥さんが無罪となったそうです。嘘だろー、完全無罪らしいですね。こりゃすごいね、奥さん。あー、叫ばないでよ。ありがとうございます。誰、思いのせたドリームゴキブリと、ありがとうございます。相沢さんのとことですね。はい、速報、紀州のドンファン殺害事件、元妻に無罪判決、和歌山地裁ということです。なんとドンファンの嫁さんが、まあそのドンファンさんを覚醒剤飲ませて過剰摂取させてね、殺したみたいな、まあ、内容だったんですけど、状況証拠しかなく、確かなる証拠がないということで裁判所は無罪と判決したそうです。なのでドンファンさんの妻さん無罪となりました。俺はやってないなと思ってましたね。やってるやってるって言ってたやつはね、これはもうひどい話ですよ。よかった、無罪になってね。確か70、80ぐらいの資産家のドン・ファンさんなんですよね。で、奥さんが、なんだっけの名前。AV 女優なんだよね。だから AV 出てきたんでいっぱい。で、調べたんだよね、一回。名前忘れちゃったな。これ AV 女優なんだけど、桃奈々じゃないんだよ。熊でもなくて、誰だっけ。名前が出てこないな。まあいいや、下の方に出すか。ちゃんとね、説明文書いてるし。はい、紀州のドンファンと呼ばれた資産家の男性が殺害された事件の裁判員裁判で12日和歌山地裁は元妻に無罪を言い渡した。名前出てこないなこれ。書いてるじゃん、須藤早貴被告だ、28歳、俺より1個下だね。須藤早貴ちゃんがね無罪です。いやー、おめでとう。ね、これは有罪になる確率はほぼほぼ確定だっていうふうに言われていたんだよ。だけどそれが覆されて無罪ってことです。異例の22人の証人尋問などねされて、売人とかもいたらしくて、いろいろとね証言があったにもかかわらず無罪ということで、どないなってるんだこれは、こ
これはひどい裁判だということで声が上がってます、世間から。でこの妻さん、なんと、まあ、ネットの記事のニュースなんですけど、ドン・ファンさんのこのね無罪をだって勝ち取った場合、資産として6億円のお金が遺産として入るそうです、13億の資産があるという報道もありました。はい、だから勝ち組ですねこれ。これはさ、もう覆らないの？もう無罪ってことだから無罪で、あとはなんかもう反論とかできないの？そう、もう状況証拠しかなくて確定的な証拠がないんだって。上告心がある？じゃあただ今ただの、無罪を勝ち取ったけど、あっちのその検察側がまた訴えたらその上告心みたいなんで始まるんだ。売人が売ったって話、売人もなんか売ったって話らしいんだけれど、まあそれが本当なのか分かんないよね。この女の人は AV 女優さんなんだよ。ちょっとちらっと検索して調べました。そしたらなかなかのものを持ってましたね。まあ僕には全然興味がないんですけれど、はい、さきちゃんの、さきちゃんがすごかったですね。証拠がない限り上告しても無理。あ、そうなんだ。だから検察側はそれ以上の証拠を用意しないと無理ってことなんだろうね。作品何件かがあったね、何件か。ねえ。なかなかの物手つやめろ。でもこの女の子肝座ってるよ。めっちゃ報道陣に囲まれて写真パパパパって撮られてるのに、ちょっとにやけ顔だったんだよ、俺が見た感じね。だから肝っ玉座ってるなと思った。ほんとドラマのような表情だったよ。キレ太鼓ねえ。完全犯罪を検索してるから有罪でしょうが、それってあなたの感想ですよね、無罪。そんな言葉なの？魔性の女、これで資産ももらえる、6億円ね。まあそういうことなんですよ。でも皆さんね、ただ状況証拠なだけで確かな証拠がなくて疑われたら、さきちゃんの身も考えてあげないとね。さきちゃんは本当にやってなくて無罪かもしれないのに、それで無罪っていうふうに判決されたんだったら、無罪って言わなきゃ、もう殺人者呼ばわりしたらもう完全に名誉毀損だからね。みんなも発言には気をつけましょう。はい。あ、でもなんかね、聞いた。別の別件で男が騙されたなんていうネット記事もあったね。それは、ちょっとネット記事だから、あんま信用ないか出さないけれど。別の犯罪もあるみたいな感じで、そこで、執行猶予、なんか有罪つくんじゃないかっていうふうに言われてるね。詐欺やってるとかね、いろいろあるけれど、それが本当かわからないよね。まあそういうことですよ。女は、ね、いい言葉を言います。ね、女は愛嬌、オカマは最強です。はい。なので皆さんね、女は愛嬌を磨いて、ね、まあ騙すわけじゃないですけど、いい男を見つけて、結婚してください。じゃあ次のニュースいきます。はーい、次のニュースが、ハッカー集団から、報告です。なんと脅迫していてお金を渡されたというふうな声明文を出しました。それがこれですね。一時ね、角川っていうニコ生の大元締めがあるんですけれど、その大元締めが、脅迫でお金を支払いみたいな払って、それで話を終わらせたみたいな話があったんですけど、それは一応ニコニコ側は否定してるんですが、ハッカーが4億円の受領メール、出版大手角川に送付ということでね、4億円をハッカー集団が受け取ったというね、メールをね、まあ公開しました。だから、これに関しては、本当に払ったのかということで、今話題になってます。4億円払ってるの？でも、嘘かもしれないしね、相手の。嫌がらせかもしれない。
もし払っているなら、角川は、その、まあ、テロ的なものに屈してしまったみたいな。そこで、ちょっと会社として弱いなっていう風に見られるみたいな感じだよね。いや、払ったかどうかは不明だよ。でも、ハッカー集団は払ったっていう風に声明を出してるからね。これですね。今年6月、出版大手角川が大規模なサイト攻撃を受けた問題で、これニコ生ね、犯行声明を出したロシア系ハッカー集団、298万ドル、約4億5000万相当の暗号資産を角川から受け取ったと記載したメールを複数の同社幹部に送付していたことが12日分かったと、同社関係者を明らかにした。共同通信がセキュリティ企業アンノーテクノロジー東京に調査を依頼したところ、6月に298万ドルの取引記録をインターネット上に確認。片側が金銭を支払っていたとすれば、対応が適切だったかどうか議論を呼びそうだ。ハッカーは最終的に盗んだ内部情報を流出させているということです。はーい。まあ、暗号だから、まあ、ビットコインとかじゃない？それで送信したんじゃないかなっていうふうに言われてますね。はい。いろんなやつあるね。リップルとかね。柴犬コインとかじゃない？ワンチャンニコ生柴犬コイン保有してるかもしれないし。なんでもいいよ。暗号資産は。で、この部分でやり取りをしたってことらしいんだけれど、僕は、ここまでね、コケにされるニコ生は見たことないです。はい。ね、徹底的にさ、クラッキングされて、ハッキングされてさ、もうほんとサーバーダウンしてさ、で、お金要求されて、それを支払っていて、それで内緒なって言っていたのに、それやってこう流出させてるわけだから、もう本当になんか踏んだり蹴ったりでかわいそうだなって今感じてます。本当にかわいそう。めちゃくちゃかわいそうだよ。もうちょっと目も当てれないぐらいですよ。はい。これが任天堂だったら違ったかもしれないね、対応がね。栗田は無能だろ？あれ、栗田さんと会ったことあるんだけど、めちゃくちゃ優秀だったよ。あの、自動販売機で、あ、見たことありますって、ウラパルがバズってる時ね、あの、TikTok で見たことありますっつって、あの、ちょうど新宿にいたんだよ、栗田さんが。で、俺にジュース送ってくれたんだよ。この時に、あ、この人、すごい優秀だなと思った。その時は当時、栗田さんって知らなかったんだけど、栗田っていう名前が、みどりさん、ちょうどその次の日ぐらい出てて、誰だろうと思ったら、そのジュースを奢ってくれてた人だったんだよ。で、俺一回会ったことあるんだよ、栗田さんと。ジュースもらったね。何買ってもらった？多分、お茶か水なんだよ。いらなかったからね、飲み物。でも、買ってくれるってことだ、買ってもらったんだよ。だから俺は栗田さんにおごってもらった記憶がある。めちゃくちゃいい人だったよ。だから、栗田さん頑張ってほしいなって、今本当に本気で応援してます。はい。お前とことん自分に甘いよな、この豚野郎がマジで。お前とことん俺が厳しいと思うよ。だって、ブロックしてないもん。ね、お前らの辛辣のコメントを全部受け止めてるんだから。な、こんな辛辣のコメントを耐えて耐えてやってる配信者いないぞ、この野郎、お前。命あってんだよ、こっちは。なめんだよ、お前。まあ、そういうことですね。角川の部分で、まあ、ちょっとサイバーの部分で4億円払ったかどうか疑惑ですね。はい。まあ、今後もね、それを声明まだ出していないんで、出た後にね、僕もちょっと続報で流したいと思います。じゃあ次のニュースいきます。次が、皆さん、旅行お好きですか？ねえ。ですが、旅行行く際、タイは気をつけてください。はい。こんな、事故が相次いでるそうです。骨粉か。タイでマッサージ後の死亡相次ぐ。なんとタイでマッサージしたね、女優さんが、亡くなったそうです。他にも、シンガ
ポール在住の男性をタイに行った時にマッサージして死んじゃったと。首のマッサージをした際に、とてつもなくね、頸椎をやられるということらしいです。なので皆さん、特に香川さん、気をつけてください。はい。死んじゃう可能性があると。タイで活躍していた20代の女優さんが亡くなったんだよ。で、その人は脊髄と頸椎をやられたみたいな感じですね。炎症で。だから、ちょっとタイのマッサージは激しいんだよね。きっと。まあ、たまたまだと思うけどね。まあ、気をつけないといけないよねって話です。だから、香川さんとかよくタイ行くじゃん。確か今年タイ行くんだよね、香川さん。うん。だから、香川さんももしかするとマッサージ受けることあると思うんだよ、タイの。死んじゃうかもしれません。香川さん、生きてくださいね。まあ、見てないと思うけれど。はい。確か大晦日行くんだよね、タイに。うん。カーニアね。で、マッサージ受けると思うんだよね。セイジも連れて行くのかな？そこは知らない。日本もあるからね、首のマッサージ。なんかこうやってやって、コキってやるやつ。これもコキってやつ。でもこれ良くないらしいね。このコキってやつ。なんかすごく、気持ち良さそうだけど、パキッとか言って。あれダメなんだよね、本当は。なんか、良くないらしいよ。って俺聞きました。はい。まあ、皆さんね、いろいろあると思いますが、気をつけてください。じゃあ行きます。じゃあこっから本筋入りたいと思います。はーい！お待たせしました。ふわっち大炎上ニュース。本筋！はーい！よろしくお願いします。静かにしてよ、赤ちゃんが、起きてしまう。赤ちゃんが起きてしまうなら、ね、音量を下げてください。僕の責任じゃありません、何でもかんでも僕のせいにするのはやめてください。いいですか。ほんとふざけた人たちだね。なんで俺のせいばっかりするんだよ。いい加減にしてください。じゃあ早速一つ目のふわっち、大炎上ニュースです。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目のニュースから、ですね、もう正直言うとね、もう早いです。パパッと終わらせるつもりでいきますね。まず一つ目が、養分と小前くんが仲直り、おめでとう。はーい。養分と小前くんが昨日コラボ配信してね、仲直りしました。そして小前くんがベトナム行きのチケットはもうキャンセルしたと、まあ言ってたことを覚えてますか？なんと、サプライズです。ベトナムの飛行機の旅行券はキャンセルしておらないと説明がありました。なので、養分と小前くんの旅始まります。おめでとう。はい。じゃあなんでそんなにツンケしていたのか、小前くん。いや、いつも通りのことやっちゃったから、今回は突き放そうと思ってやったそうです。で、養分からね、謝罪があって、で、小前くんもそれを受け入れて、俺もごめんねって言って謝って謝罪して仲直りしたということですね。おめでとうございます。はい。小前くんはね、だから養分と仲良くね、ベトナム行って、スロット配信始まります。ね。今回イベントもすごかったということでね、温まった状態で行くってことですね。これはいいね、これ。俺嬉しいよ、二人とも友達だからさ、こうやって仲直りして、俺はもう本当に感激してるよ。よかったよかった。って思ってた矢先なんですけど、実はさらに不穏な、逆に不穏な関係になってしまった方もいます。それがこの方です。名前は、まあ、皆さんも知ってると思うんですけど、機長さんですね。ちょっと俺は途中までしか見てなくて、最終的にどうなったかちょっとわからないんですけど、機長くんと小前くんが、なんか関係がさらに悪化してしまいました。はい。まあ理由としては、なんか小前くんと機長さんが話し合いをするみたいな流れだったんだけれど、その前にも機長さんがもう怒ってたんだよ。
それはもう別に小前くんの件とかじゃなくて、なんかリスナーさんに、なんかめちゃくちゃ煽られたらしいんだよ。うん。それに対して機長さんがそのリスナーさんに対して怒ってたって感じですね。タイトルが、リスナーが緊急搬送されたってタイトルしてるんですよ。はい。で、その緊急搬送されたってタイトルなんですけれど、タヌキの人が、せいじさんイベントやってて辛いみたいなコメントを打ったらしい。それを見ていた機長さんが、辛いなら見ない方がいいんじゃないですかっていうふうに返したらしいです。すると、その匿名であったリスナーさんが、なんか直接言ったのか知らないですけれど、お母さんが、すいません、興奮しちゃって。お母さんが緊急に、緊急搬送されたっていうような内容が送られてきたそうです。それを聞いた機長さんが、もう無事切れ。もうそこで、何を言ってるんだと。俺のせいかということで、もう怒ってました。まあ、実際それが本当に搬送されたかもどうかも不明ですけどね。はい。そこでもうちょっと、イライラしてたわけですよ。で、駒井くんで養分が仲直りした後に駒井くんが機長さんに連絡をしようとしたのかな？ちょっとそこら辺は不明なんだけど、まあ駒井くんが連絡しようとしたんだな。うん。その時に、まあ、機長さんがもう話すことは何もないってことで、ちょっとお互いの鳩が飛び合ってね、ちょっと不穏な空気になってしまったということです。で、その後俺寝ちゃったんですよ。仲直りしました？ここ聞いてもいいです？仲直りした？はい。あ、してないんだ。内容よくわからないんだけど、あ、バカなんだよ、お前が。っていうことですよ。どういうことかっていうと、まあ、機長さんが、まあ、リスナーさんにちょっとイライラさせられていてる状態だったんだよね。バカとか言っちゃってたんだよ。で、その、リスナーさんっていうのは、お母さんが緊急ね、病院に運ばれたとか言ってね、機長さんのせいにした人なんだけど、それでちょっと怒ってて、その時に、まあ、小前くんがコラボ申請をしたのかな？それからなんか電話をしようとした。で、機長さんは、カラオケをブッチされてる身になってるわけね。要するに、カラオケで、まあ、100万かけてね、15日やる予定だったんだけど、小前くんが、まあ、いや、行かないです、みたいなことを言ってたんだよ。で、その行かないですっていう風に言ってたことに対して、まだ多分残ってたんだな、しこりが。で、養分と小前くんは仲直りして、その仲直りした矢先にこういう風に来たから、何の話があるのっていうことで、まあ多分、ちょっと、変な空気になってしまったってことですね。まあタイミング悪かったってことですよ。何の話を田崎？バカは話を聞いてください！バカはね、説明下手ですか？本当に頭悪いんだね。あとなんかブロックをされてるされてないって話もあったね。そこの部分もなんか不穏の空気だった。もうわかりました。じゃあ機長さんに電話します。しつこいんで、ゴミども。ねえ。で、俺は機長さんにちょっと相談したいこともある。はい。なので、今から機長さんに連絡します。いや、俺、機長さんマジ、ガチ相談していい？いや、これね、正直、そっちの相談の方がでかい。記者さん出てほしい。本当は別に、小前くんの件を話さないじゃん。出てくれ。俺東京行くから、家泊めてほしいんだ。頼む。記者さん、寝てないで、起きて。記者さん、起きて。家泊めて。家泊めてくれ、記者さん。あ、町田か。遠いわ。ダメだ。遠すぎる。ブロック封鎖ありがとう。ゼロアンチも遠いんだよ。はい。出ないっすね。残念ながら。なんか、小前くんと機長さん、
どっちがブロック入れたかわからないけど、なんかブロックされてる状態かされているかの状態で、お互い配信が見れなくなってるんだよね。それがなんか、何でブロックされたのかちょっと不明だけれど、まあ関連ブロックが入っていたから、何かしら嫌なことを言っていたコメントだったのかなっていう話で、ちょっとね、そこでもぐちゃぐちゃになってるね、話が。それ嘘だった?じゃあ、なんでこんな揉めてるのじゃあ。狛江がアイコン変えたの知らなかっただけ?じゃあ、ブロックされてないじゃん。でも元々はブロックとかいう根本的な話から始まって勘違いだったら仲直りするじゃん。なんで仲直りできなかったの?仲直りできるでしょ、だって。じゃあ、狛江くんが勘違いだったらごめんねで終わりじゃん。謝らないから?頑固だから?紅白の理由が狛江説明した。だから、いろんなものがちりつもだね。やっぱり、ブロックされた、されてないとかで、その、歯とか飛んで、まあ、ってなるわけじゃん、機長さんも。で、紅白歌合戦も狛江くん出ないとか言い出したから、ってなるわけじゃん。だからそこら辺でもう塵に積もったって感じじゃない?そこだと思うよ。塵積もだね。だから仲直りは、多分忘年会とか狛江くんが来れば仲直りすると思うよ。ねえ。簡単だよ。はい。塵積もだね、完全に。紅白は結局出る出ないの?紅白は、ね、結局ね、出るか出ないかっていうと、出ません。狛江くんの枠見てたら、その紅白の話はしないとか言ってたから、出ないんじゃない?いや、ワンチャンサプライズ出るかもしれない。こういう演出で、友情サプライズです。今日は、実は、この方が来てくれてます。どうぞ、狛江さん!つって出る可能性もある。エンタメとしてね。まあ正直これは俺ガチに見えるんだけど、まあ、実際はちょっとわからないです。はい。特別出演でね。はい。7歳の話はよくわかんないんでね。もうするし。あのね、もうそんなもんは、古いんだよ。ねえ。黙ってろ、カス。じゃあ次のニュースいきますね。次が、はいはいはい。その裏腹で、なんとまた、喧嘩があったそうです。それが、この方です。もうこれね、ちょっとね、もう、NG 言うとくか。しつこいから。ですね、話に戻るんですけれど、はい。とある配信者がまた裏、その裏で喧嘩をしていたということですね。それはこれです。いやー、マジか。名前は、ね。忍法さんこと忍法さんです。昨日、横山みどりさんを怒らせて、なんと、沼っぷん、首だそうです。はーい!これはびっくりしました。忍法さんが、なんかね、かなかなくんの件でいろいろと大喧嘩してたんだよね。その際に、みどりさんも出てきて、みどりさんがちょっと叱ったんだよ。そしたら、その叱ってるみどりさんを見て、忍法さんが、怖いと。もうそんな圧力かけてくるような人間とはやっていけないってことで、私からね、自分から、沼っぷん抜けますと言い出しました。はい。で、それで抜けたんですが、で、もうみどりさんももう、じゃあ忍法さん首でってことで、ね、話が落ち着いてたんですよ。ねえ。もう先言わないでくれない？今話の続きで言ってるんだろう、お前この野郎。その後に野田総理が間に入ってくれて仲直りして、ね、ヌマップ戻ってきたって話です。もうお前ら先に話出すなよ、この野郎。ムカつくんじょ。
説明が下手じゃないよね。先にネタバレするなって話だよ。全部知ってる、うん、で、カナカーナくんも、カナカーナくんは、なんか、忍法さんの家に上がらせてもらった時に、いろんな資料や、映しちゃいけないものをいっぱい映したらしい。それに忍法さんが、ムマップやめろ、カナカーナつって無事切れたらしいですね。もうすごい鬼の形相でした。それを、間に挟んでいた山田が、いや、カナカーナが別に悪気がなかったよっていうふうに言ってたんだよ。そしたら、次ね、みどりさんの連絡があって、みどりさんが、あの、山田さんの話してたよ。金髪クソ野郎、腹黒野郎に、ね、あの、いいように利用されているだけの、ね、やつじゃねえか、お前って言われてね。そっからね、もう、忍法さんがだんだん病んじゃって、もう、ヌマップ抜けますとか言ったんだよね。まあ、ヌマップ抜けるっていうのはデフォなんだけどね、何回も何回も言うわけだから。はーい。ね。まあ、そういうことでね、まあ、忍法さんのヌマップ、そ、ね、離脱騒動は、まあ、そういうことがあったということですね。やばい、もう時間がないわ。もう1時には出なきゃいけないから。ごめんね、リスナーさん。ちょっと早く、早めにやらないとね。はい。じゃ次行きます。じゃあ次ね、本タイトル行きます。はーい。いや、もう東京行かなきゃ。早すぎ、今日夜やるから、ね。夜あるから夜。ちょっと行かなきゃもう。ちょっと行かなきゃ、新幹線乗って早めにね。遅刻してごめんね、ちょっと。ほんともうちょっと早めにやれたんだけどね。遅く、ね、その、ごめんなさいね。ごめんね。あの、なんか東京寒いらしいね。なんか、上着を持ってった方がいいらしいけれど、そうなの？だから東京のホテル調べたら、一泊28,000円って書いてた。めちゃ高いんだけど。28,000円だって。ただ、月曜から10,000円ぐらいになるんで、金、銅が高いね。でも、そうね、こんな高いのか。ホテル泊まらなきゃいいだろう？いや、あのね、優しい方がいてさ、あの、泊まってもいいよって方もいてね、そこに泊まろうかなぐらい思ってるんだけど、ちょっと悩んでるね。気をつけて東京行きなね、パルパール。ちょっと待って、アキね、東京ね、行くかどうか今ちょっと悩んでる。ちょっと高いから。なんで東京そんなに15日だからそんな早く行く必要性ないだろうっていう人たちもいると思うんだけど、早めに行った方がいいじゃん。悩んでるんだよね。どうするか。あ、秋ね、ありがとうってか高いアイテム。君が行きなよ。君が。今日のアラブ石油大発。今夜が君がトップワン。君がいなきゃやってけない。キキケンケンケンケケンケンウルトラスーパードンチキ。ありがとうございます。シミがすごいな、シミが。いや、だから、俺、東京駅近く終焉で泊まりたいんだよ。東京国際フォーラムっていうとこがあって、そこで WPT っていうイベントがあるんだよ。いわゆるポーカー大会なんだけど、ねえ、それがあって、そこが近いとこがいいんだけど、その東京駅周辺がめちゃくちゃ高いんだよね。もう東京駅からもう徒歩5分で着くんだけど、ねえ。またポーカー？いや、ポーカーというか、その、まだね、ポーカーに使えるお金があるんだよ。10,000円ぐらい。ね？ただ高いなと思ってさ、ホテルが。どうしよう。もういいかな、今日行かなくて。もうめんどくさくなってきた。でも今日ね、出たいさ、あの、モンスターっていう、モンスタースタックって言ってね、めちゃくちゃさ、でかいやつがあるんだよ。2万円で6万点を持って戦うやつ。賞金120万。これめちゃくちゃ出たいなと思ってるんだよ。悩んでる、だから。
いや、ポーカー15日じゃない、15日に、忘年会があるから、それに行くんだけど、それに合わせてね。で、17日に、俺、なんか鬼ごっこがあるから。まあいいや、本タイトルいきます。はい。まあ、そんなことは置いといて。とある配信者が過去最大の結果を出したということです。その人たちの名前はなんと、なったー！ナイス!400ナイスお願いします。お願いします、リスナーさん。400ナイスで本タイトルいきます。教えてください。すごいね、これ。異次元だね。こんな記録を俺も自立させたいなと思いました。はい。もう時間がないわ。もう250でいいわ、もう。もうええ。もうええでしょ。うん。もう250でええです。まあ、待ったね、行きたいんでね。もう250でいいわ、もう。もうあれでしょ、これ。来るよ。じゃあ、245でいいわ、あと5人。もう10人はいらん。245人でいいよ。来るよ、来るよ、今や来るよ。うん。東京行っても新大久やるつもりだよ。さあ来ました。250ってなんか少なくね？マジで。ふざけんなよ、マジ。自分で下げておきながら。では行きます。とある配信者が過去最大。なんとですね、あの配信者が、ふわっちの記録を、新記録を自立させました。その方は、養分伊藤さんです。おめでとう！すっごいね。昨日、イベントがあったんです。最終日というイベントがね。ふわっちは定期的にイベント大会をやっていて、まあ、投げ銭というものを使ってね、リスナーさんが推しの配信者を、応援していくっていうね、まあ、イベントがあるわけですよ。その、前半が終わって、次後半ということで、名だたる配信者たちが集まってね、天然さん、小前くん、イキリスト、山田部長、そして政治、養分と、もうほんと名だたる人たちが、ね、それにエントリーして、戦いました、はい。で、圧倒的にぶち抜いたのが政治でした、はい。もう本当に、もうほんと800万、600万差ぐらい差つけてね、ぶち抜いてたんですけど、なんとその養分伊藤さん、その養分伊藤さんが、抜きました。嘘だろーなんと、養分伊藤さんが抜いちゃったということです。だから、昨日の記録はこんなね、とんでもない数字が出てます。トータルのポイント、これですね。これか。これもびっくり。これで、へいこ来ました、俺は。まず、これね。この二人がもうバチバチ戦ってて、イベントで中でも閲覧数も4000と3000とその行き来をしていたと。もうすごい行き来でした。すごかったんだよ。もう視聴率も高かったんだよね。うん。お互いもファンと飛びまくってね。で、聖杯ってアイテムは倍率が上がるんで、その部分で聖杯が飛ぶとファンとも飛びまくるというね、異次元な戦いがあったと。はい。で、正直、俺は政治が勝つなと思ってました。また政治かと。そしたら、養分が異常な伸び率で、なんと、500万、400万ポイントぐらい差をつけたんだよね。最終ら、11時頃にね。その結果、こうなりました。いや、これはびっくりこきましたよ。へもこきました。はい。このきっかけ作ったのは小前くん？こういう結果になったということです。ふわっちの後半の総合ですね。じゃあちょっと、天然さん、奥村くんが1500万。これだけでもすごいんだよ。こんなもん普通1位なんだよ。
ね。で、3位が駒井くん、3100万。これもすごい。これもすごいんだよ。3100万って1位だよ、これ。で、せいさん、これが4500万。もうこれでもう新記録自立してるんだよ、実はね。ここで自立してるのに、その上が、養分伊藤さん。4700万ポイントということで、養分がそれを上回っての自立です。はーい!ということで、養分伊藤さんが、今、マンスリー1位と、さらに、イベント1位を、結果を出したということで、新生ね、ふわっち王、養分伊藤が誕生だっていうふうに言われてます。すごいよ、これ!これはね、捨てアカなんだよ。だから、誰も知らないアカウント。さらしてないやつ。ブロックされた時に緊急用に見るやつね。だからフォローはしてない。すごくない？いや、でも、センサーもすごいんだよ。別に一人、ワンオペとかやれてるけど、ワンオペじゃなくて他の人たちも投げてたからね。センサーとか、あとなんか、いろんな配信者が投げてたって聞いたよ。なんか、ゴールドプラスの女の子とか、じゃあゴールドプラスじゃないか。なんか、女の子じゃないわ。誰だっけ、まあ、配信者が投げてたんだよ。すごかったらしいね。で、養分もね、もういろんな人に投げてもらってね、これ。で、駒井くんもすごかったしね。天然ちゃんもすごかった。みんなすごかったよ。で、俺はちょっと気になったのが、これ4700万って言葉、で、これ、いくらのお金になるのか計算してみたら、ね、だいたい1300万、1400万ぐらいになるんじゃないかなっていうふうに予想を立ててます。まあ、聖杯の効果も入れてね、配慮して。1500とか、もっとあるかもしんない。とんでもない稼ぎになってるわけですよ。二人合わせて、駒井くん、聖児、養分合わせれば1億円超えですよ、これ。おい、嘘だろ、金貸してくれ、すっごいな。俺ね、この二人の戦い見て俺泣いちゃったもんね。どっちも勝ってって、勝って、どっちも勝って、勝って、頑張れ頑張れって応援したもん。もう涙ポロポロですよ。俺は悔しいとかそんなんじゃなくて、嬉しすぎて、こんなね、お互いやってきてさ、一緒にやってきた中でこれこんなに上がって、俺も嬉しくて嬉しくてたまんなかったよ。俺嬉しい泣きですよ。で、お前は、僕は聖杯2つしか飛んでなくて、160万ポイントでした。これでもすごいけどね。だから、なんて言うんだろう。僕自身、全然悔いないですね。初めの2つだけね。他はもうすごい飛んでたらしいね。もう、養分とか、聖児とか、もう寝ずにやってたりとかね。養分は特にもっとね、寝ずにやったりとかして、もう。だから、初めは、駒井くんと競ってたんだよ。で、駒井くんと競ってて、駒井くんに負けない負けないで行こうとしたら、聖児に追いついちゃって、聖児に負けない負けないになって、聖児に勝ったってことですね。すごいよね、これ。まあ、正直ね。でも、やっぱり、聖児さん、負けちゃったけど、俺は、聖児さんすごいと思うよ、普通に。やっぱり、その、衰えがないというか、これをずっとできる聖さんだからね。だから次勝ったら、養分がふわっちを、でいいんじゃないかな。これで、ラストのね、この部分で。だからマンスリーがあるから、お互い接ってるから、こうマンスリー対決もあるしね。どうなるかちょっとわかんないですけど、もうすごかったということですよ。はい。パルでもやりなよ。養分とか言われるんだけど、パルちゃんはやりきってさ、いけるよとか言ってくれるんだけど、無理やね。やる気の問題とかじゃないね、これね。もう。本気出してつって、その本気とかそんなんないからね、俺には。もうこんなもんね、こんなでかい壁が立ちはだかったら、ってこう思う。こんな感じだよ。ボケだよ、本当に。でも、俺も配信者です、腐っても。僕もね、まあ、今年は無理かもしんないけど、来年目標決めました。来年目標打倒駒井くんで行きたいと思います。はーい。
打倒駒井くんですね。負けないぞこれ。駒井には勝つ。打倒駒井だ俺は。そういうことですね。いや駒井くん強いかもしんないけどね。ヨウモギやセイジとかはちょっとでかすぎるから無理やろ。だからね、ヒートテックにね行くんだよ俺は。頑張るぞ。あと坊主するからね、小前くん1月1日にね。でもこんだけポイント稼いでて俺とのバトルなしに なしとか言わないよねこれね。やってもらうからね、これは約束は約束だから。だって俺やったんだから。ベトナムでやればいいじゃん、坊主はね、やるって言ってるんだから。そんなもんやらないとか意味わかんないでしょ、俺やってんのに。意味不明でしょ。だからやってもらいます、約束だから。はい、まあそんな感じですね。もうしつこい、黙れよお前、ヒーローかす。お前いらねえんだよ、おい邪魔なんだよお前、誰だお前、もう消えろよカス、お前誰なんだよお前、おいすごいとかじゃねえんだよお前、もう徹底的にやんぞお前この野郎、消えろ。おお、だってしつこいアホだろ、約束事なんだからしつこいもクソもねえんだからよな。何がしつこいんだよな、お前がしつこいんだよ、シンプルに。当たり前だろ普通に。こっちはね、駒井くんに負けてね、なんだ、なんか髪型やっただろねえ、駒井くんがやるのが筋だろそれはな。当たり前のことです、そういうバトルをしたんだから。はい、もう黙っててくれ逆にってことですね。じゃあまあそんな感じで今日のふわっち大炎上ニュース終わりだ。それさねえ、養分がやってくれるから、うん、あの養分で LINE、 あの行った時に送っとくわってことですね。電話もうみんな疲れてるでしょ、昨日見たか配信、政治養分たちの顔、もう疲れてるやつに対して俺の配信ネタにはさせないよさすがに、電話でね、ゆっくり休ませようよ、そうだろ、しろよ。もう本当に、なんだ元気なやついるじゃん、ビンビンのやつがね。ちょっと本当に気使ったんだけど、ビンビンのやついるね、ちょっとビンビンがね、あれちょっと待って、これこの政治かな、あこれでいいのか、あ、せいさん、お疲れ様です。お疲れ様です。もう声が。声が、変な声になっちゃいました。キャリーちゃんみたいな声だね、なんかね。火薬でーす。火薬さんだ。いや、なんかまずせいさん、本当に昨日は、ふわっち界を揺るがす世紀の一戦があったということで、本当お疲れ様でした。お疲れ様です。いやせいちゃん惜しかったね、正直最後の追い上げ抜くんじゃないかなと思ったけどね。はい、でも負けちゃったね。はい、でなんか昨日放送で最後になんか引退しますなんかって書いてたんだけど、はい、引退するの？引退しません。しない、よかった、引退しちゃダメだよそんな1回の負けぐらいで。頑張ります。ねえせいさん、せいさんはずっと強いんだから。はい。で、俺ね、ほんと二人の戦い見て、俺もこうならなくちゃいけないんだって思わされました。だから、来年頑張るよ、せいさん、俺も。頑張ってください。
ありがとう、セリさん。セリさんみたいになる、なりたいから頑張ります。で、あの、15日、紅白歌合戦あるけど、声大丈夫？歌えません。いや、ちょっと歌ってもいいですか？ちょっといいです？あまりに愛が大きすぎるとダメだこれ、こうと思ってしまうの。金返せ、金返せ、声が出ません。どうすんのこれ、代役立てるか、代役どうします。でも先生さん、本当にその声なの？この声です。そっちの声を出してる方がしんどいと思うけれどね。マジかよ。声が出ません。ずっと、おら、よっしゃ、どっかいっしょっつってたもんね。声が出なくなりました。あの、じゃあちょっと、せいさん、養分さんのちょっと感想聞いてもいいですか？どうでしたか？養分、強いです。あ、強かったか。負けると思いました？その後半は思ったかもしれないけれど、前半はもう1位だなって正直確信あったんじゃないです？無理です。え、無理無理、もう前半からもう無理だなと思ってたわけです。無理どういう意味ですか？無理ってどういう意味ですか？無理だ、あ、無理だって。もうだって強いから無理。400、500万ぐらい差があった時はもう勝ったと思ったでしょう。だって強い、まあね、追い上げとかあるもんね。そこで考えた時でもちょっと足りないなぐらい思ったんだ、せいさん。うん。せいさんもだって久々にこんな頑張ったんじゃない？イベント。もう、頑張りたくない、うん、次イベント出るの怖いって言ってたね。怖い。今月か。今月はマンスリー狙うんですか？狙います。うわ。あ、これ怖いけれど、今月最後、ラストの有終の美を飾ると。はい。あれ？今、声がね、ちょっとかっこいい声出てたね、今。キリンです、みたいな。キリンです。あ、キリンさんいるじゃん、これ。田村いる？これ。田村じゃないわ。川島いる？これ。キリンの川島です。川島さんいるやん、これ。渋声。それで歌えるじゃん。ねえ、イケボで。何やってもいけるよ。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。まあ、せいさん、ちょっと悔しかったと思うけど、ゆっくり休んでね。今日は放送は。悔しいですけど、うん。しょうがない。まあね、勝負事だから。うん。でも、まあ一回は負けちゃったけど、俺はまだ、せいさんがふわっち王だと思ってるから。うん。うん、相撲じゃ負けない。相撲は折れちゃうよ、養分は。ねえ。相撲でやる、相撲で、ええ。相撲させる。あ、じゃあ、全部自分がね、今、稼いでイベントのお金全部かけて相撲をやるか、なあ。相撲させる。ねえ、折れちゃうよ、養分。ポキッと。あ、多分だけど、せいさん、今この時点で、今最高月収なんじゃないです？まだです。まだなの？え、これ以上上あったの、誠司さん。普通にあります。え、そうなの？全然です。え、だってこれ最高の、だってマンスリーポイントじゃないの、これが。その上があるの、これ。あります。やっぱ、聖杯のじゃあ倍率の影響がすごいんだ。ええ、ほとんど倍のポイントです。マジか。なんか、2000万とか聞いたっすよ、せいさんの口から。2000万ぐらい。2000万は普通に超えます。超える。うわ、今月えぐいね、これ。で、ちなみに、せいさん、大晦日、なんかどっか誰かで旅行行ったりとかするんですか？行きません。わかりました。まあ、せいさんね。僕は、配信が好きなので、配信をします。ああ、やっぱ、配信ジャンキーだね。これね、配信者のみんな、このせいさんのこの配信という貪欲な心を志にやらないとこんな風になれないから。わかりました。でも、うん、まるちゃんとパチンコ行きたいです。
大晦日プライベートパチンコ行くか、一緒に行きたいです。迎えるか、三重まで行くか、プライベートの24時間行きたいです、ね、北斗ですか。はい、タコシは、タコシは分かんないけど、タコシも連れて行こうよ、行くならね、全然俺はいいよ、はい、うん、でも本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの政治リスナーさんも本当お疲れ様でした。まあいろいろあると思うけれど。お疲れ様です。次のイベントは出るんですか、後半の。イベントはちょっと迷ってますよ。その用務の出方次第ってことですね、じゃあ。はい。まあマンスで取りに行くってことなんで、お互い頑張ってください。本当お疲れでした。お疲れ様でした。無限の奏で。さあ行くぞ。笑って。これって。マンスリー1位トレンド。声カスカスですよ。用務は出てるね、さすがに。おお。用務でかけれないよ。出てるよね。さすがに気使うわ。せいさんが今コメント打ってくれたからかけられたけど、俺マジで2人は疲れてるから、で、あの、電話やめとこうかなと思ったわけよ。いや、やめとこう。休んでるから。寝てるよ。起きてる？本当に起きてるの？寝てんじゃないかな。ヨブおはよう。おはよう。あ、ヨブ、本当昨日お疲れ様でした。本当1位、すごかったわ。ありがとうございます、パルちゃん。声がもうカスカスじゃん。カスカスだよ。で、ヨブね、それ紅白歌合戦やれるの MC？ 大丈夫？あ、大丈夫だ。あのね、ちょっぺりがまやるから。あ、そっかそっか。もう黙ってていいレベルだもんね。でね、ヨブさ、いつ行くのかなと思って。東京に。14日。あ、14日ね。いや、今日ね、俺東京行こうと思って、ヨブ行くなり一緒に行こうかなと思ったんだけど、今日は無理か。あ、もう何、今日からもあるじゃん、ポーカーなの。え？なんでそんな、それを。ええー。あ、かわいい。いいピョコしてたからごめんなさいね。で、え、じゃあ今日から行くんだ。そうで、ヨブ行かないかなと思ったけど、ヨブ無理か、今日こもりないとか。うん、俺14日だね、行くの。分かった。じゃあ15日の夜忘年会よろしくね。はい。で、あとね、ヨブのお願いがあって、俺ね、まあ正直このイベントみんなすごかったし、特に小前くんも3000万ポイントで、ヨブも4000万ポイントすごかったじゃん。で、大晦日さ、ベトナム小前くんで行くでしょ。で、俺ね、約束してて1月1日、小前くんの頭を坊主にするって約束したの。バトル勝ったからね。それ、ちょっと養分ね、その、なった時に、それをいじってほしい。ああ、いいよ。ほんと？いや、それだったらもう確実だから、ありがとう、養分。それだけちょっとお願いしたくて。わかったよ。で、養分ありがとうね、じゃあ、ほんとに。おめでとう !1 位ありがとう。ヨブリスナーさん、おめでとうございます。おめでとう。じゃあ、パルちゃん、15日に。うん、またね。はーい。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って。こらえて。マンスリー1位、取れんの勝って。ってことです。いや、みんな声枯れてるね。いや、俺、こんな声枯れたことねえな。努力足りてねえんだよ、俺も。なあ、コロナくらいでこんな声枯れたのは。俺も声を大きくしてこう枯れさせないとね。イベント一つ一つが大事なことだって今気づかされた、この二人で。声を枯れさせないと。頑張れ頑張れって。頑張れ頑張れって。頑張れやれるぞやれやれ頑張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 れやれるやれる頑張れ頑張れね。これから言わないとね。
小前くんは寝てるでしょ、だって。小前くんは、疲れてるんだから。寝ないよ、小前くんは。寝てねえよ。やめとくわ。はい。まあちょっと寝てますんでね。あ、で、俺がこの電話中にね、機長さんとの喧嘩を知りたくて電話したんだけどね。まあ、寝てます、寝てます。あ、天然さんにもかけろ？もうみんなかけなきゃいけないじゃん、これ。何になってんの？もういいでしょ。ねえ。じゃあお前またその山田にかけるんか？これ。またイキリストとかに。キリがないで、これ。もうええでしょ。うん。もうええ、もう。ねえ。うざいキャラクターになっちゃうから。もうずっとそうなっちゃうよ。ええー。まあそういうことですよ。はい。じゃあ皆さんね、今日はありがとうございました。じゃあね、今日も、炎上ニュースね、終わりなんですけど、まあまず遅刻してすいませんでした。はい。遅刻しないようにね、配信頑張っていくんでよろしくお願いします。はい。いや、ありがとうね、みんな。口だけ。まあ、いろいろね、言いたいことがあると思うんですけど、言いたいことあるなら出てこいよ。ないでしちゃうから。な。なめんね、この野郎。はい。いや、俺も頑張らなきゃいけない。だから、ちょっと取り残されてる感あるよね。その、みんな伸びてるじゃん。その中で俺が、こうやって、炎上ニュースだけやってるみたいなデブになっちゃってるからね。ねえ。俺は別に時が止まってるんだよ。みんなが進化してるんだよね。その進化に俺もねえ、こうやってブクブクっとならなきゃいけないのに、みんな言ってる。焦ってるけど、でもいいんだ。マイペースに。ね。デブはマイペースに行くよ。ねえ。ゆっくりゆっくりね。空き上げ投げるリスナー減ってるだろ？そうだね。今、アイテム欄を見るとね、アキネっていう配信者の方が投げてくれたぐらいで、まあ、ぶっちゃけ言うと、あとはね、匿名さんが投げてくれる飛行機とかなんだけど、900円ですね、稼ぎが。ね、1000円を満たないということです。ちょっと応援いいですか、ちょっと。応援。応援いいですか？応援。うざいぞ。お前がうざいんだよ。キツネごときが、金たぬきが。おい。何金たぬき貼り付けてお前うざいって書いてんだよ。金たぬきならまだ言ってもいいよ。なあ。銀たぬきが喋んな、お前。なあ。金たぬきになってからやれや、それ。銀たぬきがよ。気をつけていってらっしゃい。ありがとう、匿名ふわっちくん。なんで金たぬきのお前うざいって言われなきゃいけないと、イベント出てないのにありがとう、この子ね。ありがとうございます、エムちゃん。パリちゃん、大チキーは嬉しい。シーちゃん、ありがとう。ほら、田崎すごい応援してくれてる。つーちゃんもありがとう。見てよ。田崎、エンターテイナーですよ。エンターテイメント。すごいバック投げ。見たこれ。残りもなります。頑張った。ありがとう、この高いデム。デイさん、ありがとう。エンターテイナー。ね。豚ダメやね。もう、死んじゃうかな、もう。え？
ちょっと明日、なんか、タレコミが今来てまして、これじゃあ明日聞こうかな。大麻とシャブかな？混ぜ物吸って配信してた二人がいるよと。なんかそんなタレコミが来ました。明日します。気になるな、これ。ちょっと連絡、後で取りますね。今やれよ。だから今、移動しなきゃいけないんだから。お疲れ様でした。バルパラン。アート花火ナイス。またね、ありがとう、高いでもないです。あんたありがとうね。夜やるから。今すぐ会えないんだ。車は21時に届く。大丈夫、誕生日に当たってる。聞こえた。今来て、こっちさん、いらっしゃい。お酒さまでやばい。お酒さまは、ね、あの違うけど。ハイパン、ハイパーベンチレーション。これ、ラットインプスに一応歌いっしょ。ハイパーインフレーション。どう？結構稼いだよ。今3000円稼いだんじゃない？4000円稼いでるわ。あの洋楽もセンスいいけど、邦楽もちょっといい。ああ悪いけど、あ、聞く、落ちた。まあ、ラストリップス自体がいい曲だからね。これは有名なやつだけど、これがお釈迦様って。人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでても
砂漠ラジオの神様、行き過ぎたらなんてならないさ、なんならさ、もう感じたことないんだ、あちらこちらの絵画で見るんだ、さらに話で聞いてる神様、踊るも頃も人の形なんだ、偶然の位置か運命のガチ、はたまた自分勝手スケッチ、タッチタッチサッチってダッチ、一体どうなってるんだ、ピンチ会社だったって会員だったって、だからなんだって言うんだ、お前変わったって、会員だったって、どうだって言うんだ、ストライスだって全て失敗って、じゃあ終わるわ、お疲れパルーパール、お疲れした。アイテムありがとう、銀さんだけありがとう。またね、バイバイ、またね、ピーちゃんありがとう。サビだけ聞くか。